ありがとうございます。今日のユニカンテックですか。もう前半はもう全然自分たちのペースっていうか相手もあんま攻めてこなかったので、まあ、PK はたまたま取られちゃいました。前半はいい感じだったんですけど、やっぱ後半湿度とか高くて相手もちょっと動き出してきたんで負けてるんで、その時やっぱ押し込まれる時間がやっぱ苦しくて、まあ、そこをうまく乗り切れて追加点取れたので、まあ、それに関しては良かったかなと。久しぶりのホームでの勝利ですが、アウェイは結構勝ってるんですけど、ホームはやっぱサポーターの人たちがいっぱい来てくるんで、やっぱホームで勝った方がやっぱみんなと分かち合えるっていうか喜び分かち合えるんで、やっと勝てて、久々勝ててそれは良かった。盛り上がってましたよ。自分はやらないですよ。いくらのゴールシーンに返してみて、いかがですか。まあ相手に当たって入ったから、まあたまたま入ったと思います。先制してから PK で同点に使えて、はい、シャンプーのゴールとかするとは、まあ、多分俺はあれは PK には思えなかったんで、ちょっとなんだよって気持ちになりましたけど、やっぱみんなが気持ち切れずにいけたのがやっぱ大きかったかなと思います。次の試合に向けての意気込みをお願いします。そうですね、まあ、今日勝って別に何も終わったわけじゃないし、やっぱ次もどんどん勝っていかないと上との差も縮まらないと思うので、絶対勝って東京帰ってきたいと思います。ありがとうございました。Thank you.